さて、ジジイ。うん。わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだこの光は。 光を発して消え。あいつら本物だぜ。俺はどちらともやり合ったことが。バカな、そんな。さすがだな。 それにてめえは。
何を驚いている僕とこのンドゥールは。だからカキホイ、お前下がれポルナレフ。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させて。大丈夫だ。遠距離スタンドコンビがこれほどまでとは。近寄っちまえな。問題はない。いや。
だが。俺の顔を知ってるのか。こいつはせえな。わかりやすく言や、大昔に死んだ偉い。俺はこのせえな。今世界にはとんでもねえ。その影響でそこの華僑、つまり本来死んだ。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らっ、それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか。僕も華僑員、お前それがスピードワゴンの言う危機って。わからない。それであんた単刀直入に言う。聖なる聖なる遺体は全部、遺体にはあと8個集めると一人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できる。はずだ、多分。多分？実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってからその声に。おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て。俺が元いた時代はよ、異変のせいで。けどこの聖なる遺体は、つまりあんたたちは、あの女突拍子もねえって思うだろうがよ。散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう？やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし、しかしよ、僕は信じます。アブドゥリ、よし、いいじゃろう。というのも変じゃな。 ありがてえ。これは聖なる遺体が共鳴した。何？やはりこの近くに